ちはウルカです。今日はねデニムを1本紹介したいと思います。デニムパンツ結構俺履かないんです。結構ラフな格好というか楽な格好好きなんで、スウェットパンツとか、ショーパンとか結構多いんですけど、デニム履くとしたらブラックデニムとか、結構細身のデニム履いたりするんですけど、今回紹介するのはねかなり太めで、インディゴのデニムですね。はい、じゃ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 んじゃんじゃん。太いでしょ。太いですね。はい、マルテフランソワジルボっていうブランドのデニムパンツですけど、これ一目惚れしちゃって、ほんとめったに買わないですけどインディゴは、でも買っちゃいました。これでマルテフランソワジルボっていうブランドなんですけども、1964年に発祥した、フランスのねブランドです。で夫妻でやってるブランドで、パリとビバリーヒルズにもともと店があったみたいなんですけど、2013年に店ね閉めてしまって、2014年に日本の公式オンラインショップも撤退して、日本ではもう売ってないということで、これはヴィンテージショップね、古着屋さんで買いました。もう見て、そう、店員さんがもう履いてるの見て、すげえすげえいいじゃないですかこれっつって、どこのやつですかっつって、ジルボーですって。俺ジルボー知らなかったんですけど、それでちょっとね調べてみて、すごくねいい感じのデニムなんですよ。ね、その古着屋さんはねタラマケっていうショップです。タラマケさん、タラマケさんはね、ちょっと待ってね、タラマケさんはね東京都渋谷区神宮前 3-27-13 インスタグラムもねあるんで、フォローしてみるとすごい面白いと思います。古着入荷したやつとか結構発信してるんですけど、結構面白い、T シャツだったりとかアイテムがかなり多かったんで、行ってみてすごい楽しめました。でジルボをねこれ発見したのすごい俺の中でも結構収穫で、これ本当もう6年前、7年前、6年前か日本の公式のないショップ、6年前の商品だからもう古着屋でしか買えない。どこがいいかっつったら、その細かくこうディティールこだわりが結構あって、このシャトルデニムっていうらしいんですけど、特に気になったのが膝と足首にテープがあるんですけど、このテープを締めれるようになってるんですよ。これテープがもう一周されてて、こうやって足首こうやって締めれるようになったりとか、これが膝、両膝にも同様にあって、しかもこのテープの色と他のアイテムの色を合わせたりしておしゃれを楽しんだりとか、すごくねこだわりが結構強くて、あとはねポケットがね多いこれ結構大事で、俺の中でもその機能性として結構良くて、そのポケットが多いとやっぱ物がたくさん、普通にね考えたら普通に入るじゃないですか、物がたくさん、それも結構僕プラスポイントで、後ろに2つポケットでしょ、で前に2つ、前ポケットですね。で前ポケットにはボタンがついてます。で前ポケットプラス膝上にもポケットがついてます。はい、で結構こうなんていうんですかね、お尻周りとか股の下とかすごく深く広くなってて、すごく履きやすいですね。はい、これ結構合わせやすいというか、僕結構オーバーサイズで着るんですけど、結構ダボっと着れたりもするし、足元をキュッと締めて、膝のところもキュッと締めたりして、結構スッキリとしたシルエットでも着れたりとか、あとはもうベルトで締めちゃって、ちょっとオーバーサイズのやつをちょっとゆとりも持たして締めたりして、ちょっと古着感を楽しむというか、そういう楽しみ方もできるアイテムです。はい、本当これ俺ちょっとドンピシャで一目惚れしちゃいまして購入しました。みんなももしお時間あったら調べてみてください。マルテフランソワジルボでね、デニムに関しても俺やっぱり知識浅いところも結構あるんで、なんかみんなおすすめのデニムとかパンツとかあったらコメント欄にガシガシコメントしてくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。もうバーッとすぐ調べるんですぐ調べますから俺ぜひねコメント欄にコメントくれたら嬉しいです。はい、ではおすすめデニムの回でした。また来週。